ハーリング・ハーリングは、ケルト族に起源を持ち、スティックとボールを使用して行う屋外スポーツである。アイルランドを中心に行われ、ゲイリックゲームズの一つである。類似する競技に、主にスコットランドで行われるシンティー、イングランドやウェールズで始められたバンディがある。また、女性選手が行うハーリング相当の競技は、カモギーと呼ばれる。競技は2チームに分かれて、互いに、ゴール、 得点を競う形式で行われる。1チームの選手数は15名で、概念的には、ゴールキーパー1名、ディフェンダー6名、ミッドフィルダー2名、フォワード6名に分かれる。1試合は70分、中間にインターバルが入り前半と後半に分かれる。競技のフィールドの大きさは、長さ140メートル、幅は80メートルから90メートルの間であり、 サッカーやラグビーのフィールドよりもかなり大きい。ゴールはフィールドの両サイドにあり、ラグビーのように h の形をしているが、クロスバーの下側にはサッカーのゴール同様にネットが張られている。2本のゴールポストの間隔は6.37メートル、地面からクロスバーまでの高さは2.12メートルである。得点は相手方のゴールポストの間にボールを放つことによって与えられ、 クロスバーの上部であっても下部であっても良い。ボールが上部を通過した場合には1点。これに対し下部を通過すると3点が与えられる。スティックとボールハーリング用のスティックは元来は、トネリコの根を加工して作られ、長さは97センチメートル以下で手で持つ部分と、反対側の表面は平らになっている。ボールは革製で、直径は65ミリメートルである。 スティックでボールをクリーンに打撃すると、ボールの最高速度は時速 150km、飛距離は 80m に達する。試合中、選手は敵ゴールを目指すとともに、自ゴールを守備する。ボールが地上にある場合にはスティックを使用して、ボールを打つか、持ち上げるなりしてから、再び打撃するか選手の手で掴み取る必要がある。ボールを掴み取った選手は、 4歩歩く間もしくは4秒間の、うちいずれか短い時間内しか投げたり手で持って運ぶことは許されていないが、スティック、手でボールを打ちまたは足で蹴ることはできる。選手は、スティック先端部の平らな表面部の上にボールを乗せて運ぶことはできるが、これには高い技術が要求される。選手に対しタックルをすることは許されるが、スティックで持って打撃を加えることは認められていない。 アクシデントで選手にスティックなどが当たることがあるので、頭部を保護するヘルメットの着用が推奨されているが、着用の義務付けはない。選手にはボールをコントロールする技術と、スピードが求められる。アイルランドの神話における、紀元前14世紀頃のモイトゥラの戦いで、ドゥアハデダナーンがアイルランドへの移民を、ハーリングの試合で破り、さらに戦闘でも破ったとする記述が見られる。また、 この他にもアイルランドにおける数々の古い話で、ハーリングについて言及がなされており、時代とともにその人気も高まってきた。世界のあちこちに、ハーリングチームは点在するが、アイルランドのみがナショナルチームを有する。このナショナルチームは、スコットランドの新規のチームとともにルールを一部改変して、長年にわたって対戦を行っている。この対戦が、 唯一の国際試合と言える。ハーリングは大抵はアマチュアスポーツとして位置づけられており、選手や監督にプロはおらず、勝利の栄冠のみを目指してプレーする。アイルランドにおいてはかつては強いチームがコーク圏、キルケニー圏、ティッペラリー圏から現れたが、1980年代からはクレア圏、ゴールウェイ圏、リムリック圏、オファリー圏、ウォーターフォード圏、 ウェックスフォード県のチームが有力となってきた。また、北東部のアントリム圏は独立したハーリング王国とみなされているが、リアム・マッカーシーカップで優勝した経験がない。アイルランド4地方内ではそれぞれ県別対抗戦が行われる。1990年代終盤頃までは地方における優勝チームはプレーオフの準決勝で戦い、 毎年ダブリンのクロークパークで9月に行われる全アイルランドシニアハーリング選手権大会決勝戦への進出をかけて争ったが、その後選手権試合は県別対抗戦及び準々決勝の段階まで含むものへと拡張された。1884年以来、ハーリングはゲイリック単位協会によって統括されている。最重要の試合は、 全アイルランドシニアハーリング選手権であり、毎年ノックアウト方式を改良したルールで開催されている。決勝戦はクロークパークで行われ、常時8万3千人ほどの観客が詰めかける。ハーリングはアイルランド系の移民が上陸して以来、北米においても行われている。北米における最古の試合は、1788年にカナダニューファンドランドのセントジョンズで行われた。 ものとされている。アメリカ合衆国でもいくつかの都市でハーリングが行われ、もともとアイルランド系の多いボストン、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコの他ミルウォーキー、セントルイス、シアトルなどにクラブがある。ありがとうございます。